皆さんこんばんは。ライターの水谷千秋です。マイ・ビジュアル・デイズ・フールズ・メイト・デジャブ第5回。今回は2001年のフールズ・メイトや VK シーンの思い出を語っていきたいと思います。よろしくお願いします。聞こえてますかね？じゃあ、2001年と言いますと、もう今から20年、そうですね、ちょうど20年前になります。で、どんな年かっていうと、正直すいません、私、あんまこれ、記憶になくて、なんでかっていうと、当時就職をしていて、それがちょっと自衛隊っていう特殊な職場だったので、あまりテレビもラジオも、まあ、見ようとか見えるけど、あんまり制限、まあ、自由がなかったので、それこそもう、雑誌を買って、CD を買って、聞いたり読んだりぐらいしかしていなくて、本当にちょっと記憶がない。ので、改めて振り返ると、まあ、ビジュアル系の中で言うと、あれですね、第一次小泉政権が発足したので、CM で XJAPAN のフォーエバーラブが使われていたりとか、あと、そうですね、これはビジュアル系とは、ビジュアル系以外にも関係ありますけど、iTunes が、Apple の iTunes がこの年だそうです。さっき検索したら出てきた。でもまだその頃って Mac でしか使えなかったし、そんなメジャーなサービスではなかった気がするんですけど。で、そうですね。で、この時期からやっぱ普通の人でもインターネットを使うようになったかなっていうのは、うっすら記憶があります。この普通の人っていうのは、パソコンに詳しくない人っていう意味ですね。まあ、i モードからアクセスしたりとか。i モードは99年でそれをしたんです。あと、前略プロフィールとかも、この頃かな？もうちょっと後か。まあ、こう、バンドも魔法のアイランドのホームページ作ったりとかしていたと思うんですよね。そういう紙とネットの間、紙の雑誌がメインだった時代から、ウェブの存在感も出てきたくらいの時期かなとは思っています。でも私はそんなにインターネットもアクセスできなかったし、ライブも行けなかったっていうこともあって、さっきも言ったように CD と雑誌が情報源だったので、どんどん名前とアーシャは知ってるんだけど、聞いたことのないバンドがいっぱいいるみたいな感じで、ちょっとついていけなか、当時はついていけなかった部分があったんですね。でも今、改めて読み返すと、面白いというか、あ、この時期にこういうバンドがいて、みたいな、こう、新たな発見もあるなって思ったんで、まあ、こんな本ので今回も小一時間お付き合いいただけたらと思います。コメントとかも気軽にいただけたら、回答したり。というかまあ、やっぱコメント欲しいですよね、これ。こっちのわがままですけど。なんか、一人で喋ってるとやっぱり反応が、あれ？来てるのかな？みたいな感じになっちゃうんで。はい、で、こちらのチャンネルは、大体、前半は無料で、後半は会員限定。有料になるんで、月額料金をお支払いいただけたら、後半まで見れますよというシステムになっています。では、本編の方に、本編というか、本題の方に入らせていただきます。2001年の表紙をざっくり見ていくと、そうですね。シャツだったり、ルナシーのメンバー、中学後のルナシーのメンバーだったり、あと、ガクトさんだったり。割とこれ2000年代のフールズメイトって、この辺の方々をよく見たなっていう記憶があるんですね。今コメントで、そうですね、ルナシー終幕からネオ VK までの狭間、そうですね、本当。で、その狭間で何、あのにはどのバンドがこうどんなバンドがいたかっていうと、こうソフィアとか、まあ、表紙はほとんどディル・アングレー、ディル・アングレー、ピエロ、ピエロ、ガクトさん、ルナシーおよびルナシーのメンバー、サッツみたいな感じなんですけれど、で1号だけこれソフィア表紙の方があるんですけど、中パーッと見てみると、いわゆる
これも定義が難しいですけど、ファンの間ではソフビと呼ばれていた、ソフトビジュアル系の略。例えばですけど、ワイズだったり、ベイブ。関西出身で、なおかつカジュアルな格好をしているバンドのことをソフビと言えばいいのかな。でも関西は関係ない。ただまあ、関西は多いですよね。で、ジャンヌ・ダルクもそこに入るのかな、衣装的には。ちょっと、まあ、これ定義はね、もう戦争が始まってしまうので、また置いといてって感じなんですけど、この時期、結構このいわゆるソフビと呼ばれる人たちが、このシーンを支えている面もあったのかなというふうに思いました。改めて読んでて思ったことです。やっぱりワイズだったり、ウェブだったり、ジャンプ。こういうのと思いましたね。で、何に対する発言なのか、ちょっと見落としちゃったと思います。それで、まあ、そう、ソフビだ。だから、まあ、もともとお化粧が濃くて、カジュアルになったバンドもいたけれども、結構、ソフィアにし、まあ、ソフィアがソフビかどうか、ちょっとまた定義の問題になりますけど、難しいな、これ、表現が。そうですね。ソフィアの存在とかって結構衝撃で、個人的には。インディーズなのにこんなポップなバンドがいるんだ、ポップでカジュアルでなバンドがいるんだと思ってびっくりしたんですね、90年代。で、当時のインディーズってやっぱ暗い激しい、こう、ルナシーの系譜みたいな感じだったと思うんですね。そこで、あえてこう、ポップにカジュアルに。というのは、ある意味カウンターだったのかなと思っていて、で、そこからいろんなバンドが出てきて、またシーンに新たな流れができたなっていう思いました。改めて振り返ってみて。スピアのこの表紙の方はあれですね、進化論とかですね。だから結構ポップにカジュアルになることって挑戦というか、やっぱ反発も大きいと思うので、ファンの人からしたらっていう、そうだからポップになるとか、カジュアルになるというのも一つの挑戦だと思うんで、挑戦的な人たちが戦っていた時代なのかなっていうのも。で、その一方で、この時期は周り見てても、やっぱみんなっていうとおかしいですけどね、ピエロとビル・アン・グレイが人気を二分していた気がします。だから周りはもう、みんなラーカトリコみたいな感じですね。それかもう、同年代がちょっと上ぐらいになると、他のジャンルに行っちゃったりとかもありましたけど、やっぱルナシーが襲名したりとか、そういう当時の、聴いていたバンドが活動を止めてしまったので、プロイヤーとか、そこからちょっと離れた人とか結構いた気がします。で、ピエロは、この前の年が、伝説の西武ドームですよね。で、2001年は、新年一発目からっていうことですからね。で、この年は、プライベートメディアで、パラドックス。これ、個人的に田舎者には辛かったんですよ。ピエロのパラドックス、ご存知ですか？まあ、ご存知だと思うんですけど。確か、タワーレコード渋谷店、で1万枚限定みたいな感じでしたよ。というか、まあ、書いてありました。5月号ですか、確か。5月号から5月号ちょっと失念してしまったんですが、この記事が載っていて、確か5月にシングルリリースだったら、多分7月ぐらいです。あった、やっぱり7月。
ラドックス、始発の新幹線に行っても間に合わなかった。間に合わなかったんですよ。ていうか、もう、これすごいですよね、冷静に考えて。渋谷の1店舗だけで1万枚限定って売って、それが売り切れるっていうことですよね。確かレポートも載っていて。パッと出て。始発の新幹線で行ってもっていうことは、始発がその何県から行ったんでしょう。あ、でも差し支えがなければって感じ、地方で。だから1万枚が完売するっていう1日で、で、この人人人って見づら見えるか。あ、でも、あ、これ多分無理ですね。画面見せるのは難しいです。そう、アルバム1曲目バフォーしてつけたやつ。仕掛けんよなぁ。パワーレコード渋谷店でしか買えないっていう。今だと全国で1万枚売れたらすごい割とチャートに入るぐらいですけど、僕は1万枚を1日で CD そんなに履けるんだすごいなっていう。ただ、田舎者としては割と、あ、はい、みたいな感じの気持ちはちょっとありましたね、正直。なんか東京で売ってるらしいぐらいの認識でいました。すみません。そして、そして、リル・アングレイ、うん、もちろんついていけなかったですよね。ただまあ、これ地方の人じゃ、まあ地方でも行ける人、東京の人とか、あの関東近郊の人はまあマジテンション上がったでしょうね。で、リル・アングレイは、確かこの年は、あの、何ヶ月も休養、共産の体調の問題で、休養して、なんかそれについてのインタビュー記事が多かったですね。やっぱ少しちょっと考える時間があったから、まあ、いろいろあの、まあ、いわゆる一般受けとかお茶の間とか大衆を意識してたけど、ちょっともうちょっと違う、そこは考えずに気にせずに行った方がいいみたいな感じの吹っ切れた話をインタビューではされていることが多かったなと思いました。まあ、そこからのこれですかね、うん、顔が出てるの、だからここもやっぱディル・アングレイというバンドの境目というか節目みたいな時期だったのかなと思いますね。ここからどんどんコアになっていくじゃない。ちなみにこの頃の神宮橋にいた人っています？今聞いていらっしゃる方で。さすがにいらっしゃらないです。やっぱりギルアングレーとピエールのファンがバチバチしていたみたいな話は。話には聞くけれど。そうですよね。話には聞くけど、都市伝説として。捉えているんで、ケラとかそれをリバイブとかに載ってるような暗記伝説ありますよね。だからこの時期はもう
どっちのバンドもコアに向かっていた印象があるのかなっていうのは個人的に読み直して思いました。で、ちょっと雑誌の話も中身の話もしたいなと思って。すいません。では、スイートトランスの記事お願いします。まあ、これ単純にもう私は見たいだけっていう話になっていますけど、ぶっちゃけ。ワイプ出ました。スイートトランス2000。おかわりの MC だったんだ。おお、あ、すいません、不勉強なので、把握しておりませんでした。ちょっと、調べます。ありがとうございます。スイートトランス、やっぱりこの、ブームが落ち着いていたといえども、ね、ブームが落ち着いてたって言えども、武道館でスイートトランスはやる。メンツ豪華ですよね。足をペラッとしてます。まあ、ラクリマだし、サズナピエロで、プラスチックチリ。あと、当時はあんまり、体感していなかったんですけど、フェアリーフィオーレ、あと、ケイトナインはアインシュケル・ヒッツさん。なんかこういう、それこそ今日デンジャークルーのジャック・イン・ザ・ボックスやってますけど、こういうレーベルのイベントって、なかなか、あ、そっか、火炎瓶もやってるか、今日知るところで。みんなやってるな。みんなやってるけど、いや、これをやっているから、ね、いけない。そう。そうですよね。スイートトランス、もう一回やってほしさはあります。今やったらどうなるんだろう。どこでやるの。まあ、ドキュメントで、あ、ピエロの西武ドームでいることしている3人組がいて。え、ごめん、これはなんで 挑戦？都市伝説？そう、なんか面白半分って広まってる感じもありますよ。橋本愛実は都市伝説。バンドごとに固まっていたいわくらいなんですかね。それこそスティール3人組がいるってもなかなかこれ、すごいですね。したかったのかな、それ。たまたま。でも電車とかもピエロ電車だった。すごいですね。行きも帰りも、コスプレで行ったの。あの頃は基本みんな、コスプレで、家からライブ会場出たと地域にもいるかもしれないですけど。なんかあれですね。すいません。やばい都市伝説みたいな話になったんで、この話やめましょうね。すいません。スイートトランスとか。そう、レーベルのイベントってやっぱ独特の面白さというか、独特の、そっからファンになったりもするから、いい、循環ができると思うんですよね。今日も多分、さっきツイッターパーッと見てたら、デザートが出てるのを、あるときに、まあ、うっかり共演してたんですけど、初めて見る人たちが面白かったりして、そういう、いい流れがあったと思います。家からコスプレしていくのがかっこいいみたいな、これ、アニメのコスプレとは全然文化が違うんだなっていう。話ですよね。アニメのコスプレは家から行くのはマナー違反だったりしたので、家から行く、なんだろう、暴走族の集会とかそっち方面で流れる。あ、これは諸説あるということで、で、すみません、1月号の63ページ、お願いします。じゃあ、文化戦争で特に対立がしてない。都市伝説が盛り上がるっていうのも、こう、インターネット黎明期って感じがあります。あ、これ、ワイプ見えましたね。
これは、読者が選んだ21世紀期待のアーティストカタログ2001です。で、この最初のページがのバンドが、これ字小さくて読めるかどうかわかんないですけど、ワイズ・カリガリ・ラムールという並びなんですよ。で、その次がデューク・オーツ、シンドローム、ムック、S、ジルスという並びになっています。ああ、2001年初頭、2000年初頭って感じが確かにします。この頃になると本当にちょっと新しいバンドが出てきてわからないと当時の私は思っていました。で、コメントをちょっと見ます。そう、ズラじゃなくて地毛の方が気合が入ってるみたいな空気がありました。カラースプレーを使って色をつけている人は気合が足りない。なかなか厳しい時代でした。なので、ちょっとここで、お便りを読ませていただきたいなと思います。ぼちぼち残り3、もうすぐ後半戦になるので、その前にメッセージを読みたい。有料で読んで、読まれてないってなっちゃった。では、パラさんからのお便りです。2001年のフールズメイトで一番印象的だったのはカリガリです。当時のカリガリは第7期メンバーになってから再教育や第6次検査をリリースして、当時のインディーズの中ですごく勢いがあったと思いますが、フールズメイトはその勢いを伸ばすまいと毎月のように記事が載っていたのを覚えています。そう。そうなんですよ。で、記事もそうなんですけど、今カリガリ載ってましたので、ここに載っているのです。このアーティストカタログのコメントでは、ウールズメイトの表紙を飾りつつ、デラベッピンの表紙を飾り、美しく散るって書いてある。そして、お問い合わせ先が市川市八幡。これが元八幡ルート付近。見える。カリガリといえば、広告のかっこよさってあります？マリスミゼルの方が、ちょっと照明が当たって見えないかも。あ、これはお家とかで見てる。他のやつとか。いや、毎号、ほぼほぼ毎号、カリガリの広告が載っているのです。さっき見た人はどのページにもあるって思ったら意外となかった。少々待ち。ガリガリ広告ではないですけど、ムックのミッシーズの色で時代の広告とか、これは本当にこういう円グラフとか。これも持ってる。こういうハッとするような広告が当時本当に上手だなって。広告がこんなに印象に残っていることって、なかなかないと思うので、ここは本当に、青さんのデザイン能力、ディレクション能力がずば抜けていたのだと思って、あ、これとか。これすごい動いてます。反射がいい紙を使っているばかりに、
謝罪行動。この社に構えたところの面白さというか、それがちょっと当時私分かんなくて、なんか分かんないバンド出てきたなって当時思ってたんですよ。この頃はちょっと老害一歩手前でしたね。二十歳ぐらいでしたけど、大体二十歳ぐらいに一回、あ、最近のビジュアル系分かんないからって言うじゃないですか。言うじゃないですかって言っちゃったけど、割と一回離れ、あ、なんか時代を変えるようなシーンを変えるようなバンドが現れて、あ、分からんってなるっていうのが、そこからまた戻ってくるとか流れがありますけど、そうですね、プラスティックトゥリーとはまた違った世界観で、もっとプラスティックトゥリーは幻想的というか、幻想的な世界観、ちょっと文化系寄りな匂いが共通してますけど、そうですね、ビジュアル系の中でもそういうちょっと文化の変わりとか線が細い感じのバンドがこう出てきたなっていう、本当に社に構えたというか、ちょっと人を食ったような発言もされるっていうのがあったなって、曲もそうですよね、近代的コスメショかとか まあまあもう完全にシーンのことをやりして、茶化してユーモアを入れてっていうタイプ、ストレートな批判みたいな、それまでの曲はあったけど、そういう曲はあのバンドでもありましたけど、こういう感じの皮肉の効いた仕掛けみたいな、これまであんまなかったり、頭の良さだったなと思って、じゃあちょっと10月号38ページお願いします。これはバロフロイドザ、何、私がもう本当にやりたかっただけって感じですよ。まあこれはそういうビジュアル系バンドに扮しているというやつです。ガリガリの皆さん、ここで皮肉の聞いたことを言ってるっていう、言ってるやってるって、そう、この時期の尖りはすごい、今だとまあまあこういうのもあるよねみたいな感じになるかもしれないけれども、当時はこれすごい斬新だったと思います。ちなみに今30分なんで、もうちょっとしたら有料に入ります。さすがにこれ喋ってる途中に、喋ってる途中になっちゃうとちょっとあれかなと思うんで、ちょっと待ってね。